ジェ。誰もやりたないよね、こんな仕事。元へ元へと戻らんと、はい、いつまでたっても解決がつくもんか。戸塚ヨットスクール、戸塚博史校長、69歳。逆らうな。暴力の代名詞、その名は悪名が刻み込まれている。刑務所を出て4年。目的を持って行動せよ、お前。何やっとった？戸塚先生がいいって言うまで言いなさいって。あ、それうちのお母さんが。現在何歳でしょうかね。いわゆる犯罪行為をするっていうことですか、その本人は。最低1年はかかります。これが世の中に出て暴れるんだったら、私の手でね、やっぱり抹消してやろうと。殺し合いやってたかもしれません。もう本当にここしかないと思って。体罰は今やっておりません、諸君の命令によって。奇妙な友情まで。小浜町北方の戸塚ヨットスクールで、寮の屋上にいた訓練生の18歳の女性が突然路上に飛び降りました。女性は全身を打ち死亡しました。皆さんありがとうございました。みんなは強く強く生きてください。ありがとうございました。誰がどこにこの国の教育を連れて行こうとしているのか。